まあ、第一どこでも守れるからな。ちょ、見とこうか、一応な。まあ、これ便利よな。パープルの方がもっと守れんのかな。レフト守れるの、第一。第一、レフトやってねえだろ、おい。外野第一は知らないぞ、俺。怪我しにくさ、ええ。これがいいね。やっぱ、強くねえだ、第一。第一強。怪我しにくさ、ええがいい。やっぱ、一ロッテファンとしては、この第一のこの怪我しにくさ、ええ。これ素晴らしいね。特にこのプロ野球スピリッツっていうゲームは、やっぱ怪我しにくさってすごい大事だから。やっぱ、ここなんよね。素晴らしい。これ、カート打てないよ、楽天は。楽天はっていうか、まあ、さっきも言ったけど、どこも打てないよ、パーリーグは。その結果は今年の成績だからな。言ってこいかと。阪神ファンにお披露目や。見せてやるよ、まだピッチング。開幕マダックス、決めてこい。行ってこい。加藤。まあ、加藤は悪くねえな。まあ、逆に前回はちょっと、加藤をちょっと楽天さんがね、知り尽くしていたのかもしれない。やっぱ阪神の選手の方が多分打てないかもしれない。行ってこい。そういうことよね。やっぱり加藤はデータがあった。そういうことか。こっちが福田周平で、まあ、楽天西陣も完封かい。おい。楽天バレてるぞ。おい。データで戦ってるのバレてるやん。ちょっと。井口監督、それでいいんですか？こんなさ、みんなひひ言ってさ、ちょっと監督違和感ありますって言ってる選手が4人もいるのに、田村は腰かな？田村はきっと腰だろうな。藤原は足あたりかな？どこかな？な？こんだけ違和感あるっつってんのに、無理に使いやがって。だから怪我が長引くんじゃないの、井口監督。けど待て、マーティンを下げてる。そんな、あんだけ堅くなにマーティンを下げなかったのに、リアルだったら。なんて柔軟なんだ、このプロスペの井口監督は。マーティンを下げてるなんて。もうレアードに関してはいないからな。なんだこれ。おいおい、ヤスもベンチ。なんだこの井口監督は。柔軟すぎる。3番に読むよ、高志。なんだこれ。山口もちゃんと使ってるもんな、スタメンで。待て待て。まあ、ロッテファンにしかわからないと思うけど。ロッテファンは多分今、うんうんって思ってるけど。山口もスタメンで使うわ。マーティンは下げるわ。安も迷うことなくスタメンから下げて。荻野高志は3番に置いて。平沢は使う。池田くんは使う。なんだこれ。違和感を覚えてる選手は使う。真逆の井口だ。